平野の仕様、ビール CM のギャラが過去最高額、ト部の新契約で収入が急増、タレントの世界にも変化の風が吹いています。滝沢秀明率いるト部は、2024年に驚くべき新たな展開を予測している。1月にはナンバーアイとしても知られる平野の仕様がデジタルシングルをリリースする予定であり、これがト部にとって重要な一歩となる可能性がより高まっている。世界的な展開。 滝沢氏は契約体系においてもアーティストの収入向上にも注力しており、その姿勢はコミュニティの共感を集めている。しかし、それだけではなく、戸辺が企画した大規模なコンサートも話題となった。東京ドーム4日間にわたる熱演は戸辺の成功の象徴と言えるだろう。さらに、彼の人柄が引きつけるファンの熱狂はとどまることを知りません。 香港のファッションショーや表参道ヒルズのレブレ香水ブースへの招待には驚くべきオファーが集まったという。平野さんの影響力は広告やファッション、コーヒーショップにまで広がり、その魅力に企業も注目しているようだ。一方で、平野仕様の演技にも注目が集まっている。インスタグラムのフォロワー数は400万人を超え、SNS では関連ワードが日々トレンドに上がっている。 国内大手、酒造会社が新しいお酒の広告に平野紫耀を起業するという噂もある。広告業界では今後の広告活動において外資系企業の活躍が期待されており、平野氏の人気はその最前線にある。それは、平野紫耀が多くの大手ブランドのブランドアンバサダーに就任した最近の成功のおかげです。 不正確な情報によると、戸部商事は平野市業が広告宣伝を引き受けたビール会社に、極めて高い案件率を依頼したという。平野市業がまだ前の会社にいた頃の例年よりもはるかに高かったのは当然だ。戸部所属のアーティストたちは、同社との新たな契約体系により、自らのやりたい仕事を積極的に行っており、収入構造にも大きな変化が生じている。 平野仕様は自身が社長を務める会社を設立し、戸辺から売上に応じた収入を得ていたという。その結果、ジャニーズ事務所時代の年収をはるかに超える成功を収めた、滝沢秀明の後輩思いの姿勢は戸辺でも衰えていない。彼の温かい気遣いは多くの人に影響を与え、後輩たちも経済的に自立したキャリアを築いています。人材に高級が支払われるシステムは、業界全体に前向きな変化をもたらしています。 ト部の新たな契約体系により、平野信用の CM 出演契約も変化の兆しを見せている。代理店の割合は通常6時4分ですが、ト部、契約では人材の割合が高くなる場合があります。これにより、才能と努力に対する公正な報酬が確保されると同時に、業界内に前向きなムードが広がります。滝沢秀明率いるトベはまさに新時代を切り開いている。 彼らの活動は今後も注目を集め、彼らがより自由に活躍できる環境は今後も拡大していくだろう。